いやでもこれ大丈夫大丈夫、今あなんか今スタッフがうわーっとで XY の皆さんも立ち上がって今ねお迎えする、あそうだマイクを付け替えないと、カイトさんマイクつけて、マイクつけてね、ね、はい。あとなんかあのやっぱりパタさんいたりジョージさんいたりね、ハイドさんだったり、まあね、松岡さんもそうですけど、皆さんがやっぱいるから、あの吉木さんもとてもいい映画、あなんかあれもう入ってきた、あれいいですか、あお疲れ様でした。次どうだ、どうした次どうあれどうした、マイクあマイクつけないと、あハイドさんでもどんどん入ってきちゃった、はい、入ってきちゃったよ、どんどんマイクを皆さんマイクつけるんですって、ハイドさんもマイクつけないと、はい、えあれ前あもうマイクつけられました、ハイドさん、あそうですか、えっ、ー、と座っていただく、ちょっと待ってこれ超貴重、ピアノを弾かれる姿っていう、俺なんか撮ってましょう、おいっちゃったいたずらっ子だな本当に可愛いなじゃあ外に出て、おい落としたえ、俺そこなの？あ、ね、ジョージさん、そこなんです。あのだるまの後ろといいますか、そのあたりの、はいはいはい、お座りいただいて、はいはいはい。俺あっちの方とかで全然いいんだけど。ね。あ、入っていただいて、ね、座る場所がですね。はい、中山明さんが一個ずれて、あ、大丈夫ですか？そうそうそう、なんかね、ね、座る場所がそうですね、明さん。はいはいはい。あ、おはようございます。あれ？これさ、あれちょっとこうさ、あれどうします？来ない方もいられるからちょっと詰めてるとかなんとかした方がいいと思う。席慣れんで大丈夫？どれがカメラ映ってる今？旦那さんいないから。あ、もうそれちゃんと椅子ちゃんと詰めてこう大丈夫です。やってる。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。はい。で吉木さん真ん中に、はい。バズーカ。バズーカ。何でもいいですよ。ありがとうございます。あ、なんか出てくるんだ。楽しみだね。バズーカ持ってよ常にバズーカを持ったままあ、そうですか、じゃあスカーフもらっていいですか、今日はコメントは流れないんだね、あコメントね、もうすでに流れてして、流れるのは こちらにあるんですけど、みんな座っててくれて大丈夫だよ、もう飲んでてくれてありがとうありがとう、おせちいっぱいある、マイクにおせち、そうなんです、今日はねあの目の前にあるハイドさんの前にあるのはフルーツの盛り合わせがそこにあるんですけど、横にローストビーフなどがありまして、で、いわゆる筑前煮があって、洋風のおつまみ、誰もあるみたいな、またまたそのパターン、何か悪い予感が、目入ってるもん、もう入ってある、なんで目入ってんの、あらごめんなさい、あ本当は目入れたっけ、よかった、じゃあかかれないよ俺、でも誰もって、はい、最初はそうですもんね、あの願いが叶ったのに、そう、あの去年のやつ結局誰も見ないままに終わったんですよ、1年間大したことないのにめちゃめちゃもったいぶってる、何だったんですか、分からないんですよ、あ、へー、はい、あの抱負を描いて、うまい、うまいな、また絵が、そうですか、そう絵を描いたっていうのを吉木さん教えていただいて、でもどんな絵か見せないまま終わって、そのどっかにまた行ってしまったっていう、めちゃくちゃですねそれ、そうなんですよ、いや実はどっかに持ってる、吉木画伯ですか、はい、もう黙って、今日黙ってよ、皆さんいます、まあ乾杯もやりますが、皆さんじゃあシャンパンで、シャンパンからシャンパンですか、じゃあ吉木さんのシャンパンを、じゃあ実はね皆さんも座っていただいて、はい、ごめんね、なんかはい、はい、じゃあ一旦お座りいただいて皆さんも、はい、お来た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 、はい、今皆さんいらっしゃる、あマイク使われつけてそうなんです、あともう少しだけお待ちください、食べちゃうよ、はい、もう食べててもいいです、あのちょっとお待ちくださいね、肌ちゃん大丈夫です、はい、バズーカ、バズーカ置いてください、バズーカ置いてください、なぜか大丈夫でした、何か一番好きなのどれですか、僕はこの中でいくと、はい、いくら、おいくら、いくら、お魚卵じゃないですか、確かに一応魚卵の場合一応合わせたんです。あ僕はあのなんだっけ、栗。お、またさん、カズラコ、カズラコ。ああ、魚卵じゃないですか。二人魚卵好きだ、魚卵ばっかり。魚卵好きだ。魚卵好き。何事が起こってんの。パタちゃん、パタちゃん。あ、いらっしゃった。あよ。じゃあパタちゃんこちらです。そうですね。あのハイドさんの横に、はい、はい、お越しいただいて。お餅の前で。はいはい。なんで俺がここなんだ、俺はあっちでいい、パタは何が好きなおせち、パタカズノコ、お師匠魚卵だ、僕も、はい、みんな魚卵狙い、はい、え好きなのは何だっけ、いやあのいくら好きです、いくら
じゃあ風の子風の子いくらいくらで、これフルーツでいいです。意味が分かる。お待ちください。開けてもめんどくさいんだけど、これ開けてくんないかな。自分で開けるの今やん。途中まで開けてもらって、最後だけ途中まで開けてもらって、はい、すごい平気ですね。ん、こういうの普通ですか。いきます、うん、ですよね。パタちゃん、はいはい、もう食べていただいて皆さん。そうですね、はい、じゃあジョージさんも待って待って、今日誰が来てるかって、あ、じゃあ今からじゃあ紹介してよろしいですか。じゃああの紹介しながら行きましょうか。じゃあまずは、あ、よろしいですか。あ、じゃあ開けます。これ、これ開けましょうか、開けましょうか。大丈夫、じゃあその進行中にやるから。わかりました、はい、進行中に妨害するから大丈夫。わかりました。では改めて私の方から本日の番組タイトルから参りたいと思います。進行中に妨害する。 NHK 紅白歌合戦放送直後、よしき新春スペシャル生放送。これはね、はい、お待たせいたさせてもらいます。パタさんのツッコミボソッと言う。パタです。うわ、綺麗。パタちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。プラスティックトゥリーの中山明さん、お疲れ様でした。そしてちょいと飛ばしてレディースルームのジョージさん、今日もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ベルサイユの上条さん、お疲れ様でした。ビストリップ海さん、お疲れ様でございました。そしてソフィア松岡充さん、お疲れ様でした。そして XJAPAN パタさん、今年もよろしくお願いいたします。そしてハイドさん、最後に我らが YOSHIKI さんです。そしてどうした、そうだよ、待って、ごめんつかなきゃ、あれどうしました、あれで大丈夫。じゃあ進行しててくれれば。わかりました、わかりました、はい、じゃあ、あ、そうかそうか、ね、で、XY のみんな紹介してないよ。あ、XY の皆さん、あの先ほど実は紹介したの、サロンバスに行く前に皆さんとお話したりとかして、はい、はい、来年の抱負なんかも伺っております。あ、ね、YOSHIKIさんがちゃんとね、ご自分のシャンパンをサーブして、そして改めて YOSHIKI さん、あの進行しててくれていいですよ。わかりました、はい、発声で乾杯。 XY の皆さんも飲み物あります、大丈夫ですか。はい、飲み物をお手に、はい、準備して、はい、改めて新年一発目の乾杯から参りたいと思います。ちょっと、もうありがとうございます。大丈夫、危ない。うわ、すごい。待って、なくなっちゃったよ、これ。あら、なくなっちゃいました。もう一本行きました。それでみんな、あ、もう。皆さん、あります、飲むの大丈夫ですか。まあ、飲めないね、年齢の方が大丈夫だ。あ、そうか、そういう方もいらっしゃる。そうなんですよね、クソやね。じゃあ、はい、こっちもあるよ、あの赤いやつもね、赤いやつもね。うん、じゃあ、後ほどでそうしましょう。じゃあ、わかりました。マイク拾われてんのか。じゃあ、改めて YOSHIKI さんから、乾杯のご挨拶、乾杯というふうになります。あ、じゃあこれちょっと、おすいません。はい、はい、はい、すいません、はい、ね、今日は本当にあの、皆さんに、集まって、はいはい、で、XY の皆さんも来てもらって、ハッピーニューイヤー。ハイドさんとのラブラブ、お疲れでした。どうも、はじめまして、皆さん、お邪魔しないようにね。あ、いいですよ、いいですよ。では皆様、お正月ということでおせちをご用意しておりますので、ぜひ召し上がっていただきながらご歓談ください。さっきまで小川君出てたと思う。すごいですよね、この流れ。これみんなうまだから、ジョージ早っ、おいしい、うまっ、おいしいものは味わって飲まない。もう2杯目から味わって飲みます。あ、本当だ、すごいね。切りいただけるとね。さあ、しばしおせちなど、あの、お食べになり、おつまみになりながら、少し皆さんでこうワイワイお話をしていただきつつ、うん、はい、またいきなりあの次の企画も始まったりしますので、しばしご歓談くださいませ。しばしご歓談と言われても。ね。